朝食。失恋のショックから立ち直れない大学生が、今日の夜ご飯はいらないよなんて電話して歩き始めまして、駅に向かうのかなんて思いきや、駅はまっすぐ進んだとこにあるってのに左に曲がって歩いていきますと、デニーズの横を通りまして、金町自動車教習所とテカテカと書かれた看板を横目にまっすぐ坂を下ってまいりました。角にスーパー赤札堂のある大通りに到着したところで、その赤札堂で小さなワイン1本とビールを2缶購入いたしました。酒を片手にまたまっすぐ進んでいきますと、なめくじがびっしりと張り付いた日本の最高学部の壁が現れました。たまに手に持ったワインをぐっと飲んでまいりまして、そのまま交番の横をそっと過ぎ去りました。せっかく登った坂を反対側に下ってまいりまして、また浴びるようにワインを飲んでまいりますと、いつの間にか飲み干してしまいました。結露でびしょびしょのビールを一つまた一つと取り出しまして、また浴びるように飲んでまいりまして、いつの間にか大通りに出まして、標識を見てなんとなく進もうと思った道の傍らには薬局がありまして、これまたなんとなくそこで赤い口紅を買いまして、顔に塗りたくっていると、いつの間にか私は大通りからひっそりと暗闇に伸びる階段を登っておりまして、いつの間にか迷路のようにそびえ立つ壁が私を阻んでおりまして、右に左にと角を曲がっても曲がっても、壁と壁の内側から怪しく伸びる木々が今にも妖怪が出てきそうな雰囲気を醸し出していまして、いつの間にか目がチカチカするほど明るい住宅街のロータリーに立ち尽くしていました。どこから現れたんでしょうか、年齢も様々な女性がジョギングをしておりまして、私の横をピョン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 と通り過ぎていきまして、私はと言いますと突然坂を下っておりまして、突然信号機にもたれかかりながらビールを飲み、街の光が印象派の絵画のようで、突然バンダイでお金を払っておりまして、突然かぶるタイプの昔ながらのドライヤーで頭が乾かされておりまして、突然ブックオフで仏像入門なんて本を買っておりまして、気がつきますと自分の地元をふらふらと徘徊しておりまして、はあ、随分とくたびれた。